これからお話しする内容は私の友人オラフ・ヤンセンが私に語ったことなので、信じるか信じないかは全てあなた次第になるということを覚えておいてください。え、オラフが危篤だって？ある日エドワードは親友のオラフ・ヤンセンの危篤を知らされ、急いでオラフに会いに行きます。オラフ、僕だよ、エドワードだよ、しっかりするんだ。ああ、エドワードかい。わしはもうダメだ。わしの死後に今から言うことを世間に公表してほしいんだ。今から言うことは全てわしが見てきた事実だ。しっかり記憶に留めておいてほしいんだ。わかったよ、オラフ。ありがとう。では話すとするか。あれは1829年の春、わしがまだ19の時だったな。いつものように父と北極圏に漁に出て行ったことだ。いつもと変わりない日常がそこにあった。いつもと同じ空、いつもと同じ海、いつもと同じ空気、何にも変わらない日常がそこにあったはずなんだ。ところがいきなり天気が崩れて、俺たちは嵐に巻き込まれちまった。嵐は何日も続いてな。俺たちはもうダメだと何度も思ったよ。何日経ったんだろうか。気がつくと嵐はすっかり収まっていた。俺たちは助かったんだ。とりあえずほっとしたな。ところがしばらくして、なんだか景色がおかしいことに気がついたんだ。空も左も右も全部が海になっていたんだ。そんなことってあるかい。ないだろう。それはまるで海のトンネルのようだったよ。それはしばらくの間ずっと続いていた。俺たちはその海のトンネルみたいなものをひたすら進んでいくしかなかったんだ。そこは海の水が塩の味がしない真水だったんだ。そう、試しに海の水を唇につけてみたら、全くと言っていいほど塩の味がしない。今までそんなことは一度もなかった。そして俺たちはどこにいるかさっぱり分かんなかったんで、コンパスを見に行ったんだ。ところがだ、このコンパスはフラフラして役には立っちゃしない。俺何かで聞いたことがあるんだが、コンパスがこんなような状態でどこにいるかわからないとき、もしかしたらそれは北極点にいる、こういうことが何かで聞いたことがあってな。俺たちは北極点にいるのではないかと、そう思ったんだ。そうすればこの不思議な現象もなんとなく説明がつくだろう。そうやって無理やり自分を納得させていたのかもしれないな。しばらくしてやっといつもの見慣れた水平線の景色になったと思ったら、空にぼんやりとした太陽みたいなものが浮かんでいたんだ。でもあれは太陽なんかじゃない。太陽なら毎日見てる。あれは絶対に太陽ではない。なんていうか赤い丸いオブジェみたいなものが空にペトッと糊で貼り付けられたみたいになったような感じだった。ちょっと不思議な感じだったよ。後から知ったんだが、これが地球内部の太陽、スモーキーゴッドってやつらしい。スモーキーゴッド、聞いたことあるかい。何、地球の内部の太陽のことらしいが、俺たちは地球の内部にいたのか、ちょっと分かんなかったな。やがて大きな船が近づいてきたんだ。その中から4メートル近い巨人が出てきてな。ああ、俺たちはきっと殺されるんだと、とっさに思ったね。ところがその巨人が訳のわかんない言葉で話しかけてきたんだ。でも彼らの言葉が俺の知ってる言語にちょっと近い感じだったんで、彼らが言うことをなんとなくだけど理解ができたんだ。彼らは俺たちをでっかい船に招待してくれたんだ。彼ら巨人は3メートル、いや4メートルはあったかな。ただ友好的で
俺たちはすごい親切で思いやりに満ちていた。どうやら殺されることはなさそうな。まあ、とっさにそう思ったね。この地球の内部で2年間ほどぐらい過ごしたのかな。まあ、ここでの生活はすこぶる体調が良かったのを覚えてるよ。彼らの寿命は800年ぐらいあるとか言ってたかな。学校は30年間あるそうだが、20歳まで学校に行かなくてもよく、10年間は音楽の授業があるそうだ。羨ましい限りだ。結婚もあるそうだ。だいたい彼らは80歳ぐらいから100歳ぐらいになった時にぼちぼち結婚し始めるそうだ。彼らにも一応仕事があって、農業、建築、飼育、交通機関だという。まあこの辺は俺たちの地上の世界とあんまり変わりはないな。彼らにも生活があり、そして仕事がある。こういうことだ。ここでの生活は常に心地よい空気を感じていた。もしかしたら近くに滝があったからその影響もあったのかもしれないが、まあとにかく空気は良く、体調も良かった。景色も素晴らしかった。もう何もかもが素晴らしかったな。彼らは美しいライトをたくさんつけたりするんだ。なんだかとても綺麗だったな。そして蒸気じゃない力で船を動かしたりしたんだ。一体あれはどういう仕掛けになってんのか俺には皆目見当がつかないが、とにかくエネルギーは不思議な感じで、全てが俺たちにとっては新鮮で驚きに満ちた連続だったよ。リンゴはそうだな、頭くらいの大きさだったな。とにかくでかかった。そして亀も7メートルぐらい。ああそうそう、象がとにかく大きくてな、30メートルぐらいもある巨大な生物だった。こいつに踏まれたら命はひとたまりもないからな。こいつには踏まれないように注意していたもんさ。建物が至る所に金で施されていてな、もうとにかくドアも屋根もみんな金でできていて、地上ではこんな建物考えられないだろう。まあそういう世界なんだ。全てがピカピカして、まあ、とても綺麗だったな。なんだか夢の国にいるみたいだよ。一度だけ地底の最高指導者と会うことを許され、小高い山の都のエデンという場所に行ったことがある。そこで俺たち親子は黄金の壁という部屋に通された。そして金ピカの椅子に王様らしい人が座っていて、その王様みたいな人にいろいろ聞かれたんだ。もちろん地上での生活だな。別に答えて不都合なことが何一つなかったんで、俺たちは正直に全部答えたよ。王様も満足してるみたいだったな。そして俺たちにもし地上へ戻りたいんだったら無事返してくれるとも約束してくれたんだ。こいつは嬉しかったね。いつでも地上に戻れる片道切符を手に入れたようなもんだからな。そして俺たち親子は地上へ戻ることを決めた。なんでだって2年半もいたからな。そろそろ地上に戻りたくなったんだ。そして王様にそのことを言って、そして旅立つ時に巨人らは俺たちにお土産に金塊と地底の世界の地図をくれたんだ。これは嬉しかったね。この金塊を持って地上へ上がればしばらくは億万長者で遊んで暮らせるなと思ったんだ。しかも地底の世界の地図をご丁寧にくれたもんだから、これで俺たちの話を信じる者が少しはいるんじゃないか。そう確信できるね。俺たちは再びここへ来ることを約束したんだ。とにかく空気は美味しかったし、景色も素晴らしかった。彼らは友好的だったし、体調も良かった。何もかもが素晴らしかったんで、もう一回ぐらい来ても別に悪くはないかなと本気でそう思ったね。本気で約束して俺たちは地上へ旅立った。なんとか元の世界に戻れたんだが、しかし戻った場所はそれはノルウェーの近くの北極ではなく、なんと南極だったんだ。まあ反対じゃないか。絶望したね。でも故郷に戻るしかなく、後悔は続けたよ。ところが天気が崩れて、わしらはまたもや嵐に巻き込まれてしまったんだ。船は真っ二つに折れ沈没し、お宝は海の底へ沈んじまった。ああ父もこの時に遭難し、おそらくはもう生きてはいないだろう。俺は漂流していた氷山に乗っていたところを
後にたまたま通りかかった捕鯨船に助けられたと、こういうわけだ。ああ、すごい体験だね。でも、なんだかにわかには信じられない話だけど、オラフが言うと真実味があるね。でもさ、どうして今頃僕にこの話をしたんだい？実は、このことを当時、帰ってからおじに言ったんだ。ところが、2年半もいなくなってただろ。こいつ頭がおかしくなったと思われてな。25年以上もおじに精神病院に送られたんだ。あれはきつかったな、本当に。それは大変だったね。わかったよ。僕が本を書いて世の中に伝えるから安心してよ。その後、私はこの本を出版し、世の中に伝えたものだ。その本の名前は、ザ・スモーキー・ゴッド。地底の世界の太陽のことを言います。さて、物語いかがだったでしょうかね。一説によると、ノアの箱舟は、実は地底で起こった出来事なんじゃないかとも言われているんですよね。本当なんでしょうかね。で、ゴアという画家も、なんか巨人という絵をね、作品を発表してましたよね。これ実は想像の世界でゴヤが描いたんじゃなくって、本当になんかこう実物を見て描いたのじゃないんですかねっていう、なんかこの話の後を聞くとね、なんとか思ってしまいますよね。まあ地底が本当にあるのかどうかっていうのはね、ちょっと僕には分かりませんけど、まあ、でもなんだかこの我々が今暮らしているこの地上の世界の下になんかすごい文明がある、まあ、巨大な生物がいたりね、そういう風な感じで思うと、なんだかロマンを感じてしまうのは私だけでしょうかね。まあ、今この生活してる下にね、違う文明があるって、なんかすごいワクワクした感じです。私はしてしまうんですよね。で、このスモーキーゴッド、今では翻訳されたものが出ているので、まあ、もしね、興味がある方はね、まあ、面白いファンタジーを見てるようなね、小説を見てるような感覚で一読してみるのも、面白いんじゃないかなと思いますね。ということで、今日はこの辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴本当にありがとうございました。まあ、次回もね、またまた何か動画を作って皆様にお送りできたらと思いますんで、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さん、さようなら。